こんばんは。こんにちは。あ、こんにちはだった。ということで、今回はエチエチユナタンとコラボしたいと思います。ユナタンが申請してくれると思うのでそれ待ちなんですけど、みんなありがとう。こんな時間にめっちゃね、大変な時間だと思うんですけど、ありがとうございます。ありがとう。ユーナが申請してくれるのでそれ待ちなんですけれども、まあいいか、とりあえず来たら。今やってんのかな、ユーナ。あ、やってる。あ、来た。来た。う台風ね。台風みたい。なんかさ、梅雨入り、うん、みたいなしたのかな。なんかわかんない。なんかでも梅雨入りっぽいよ。あ、そうなの？うん、したっぽい。だからずっと雨だよ。やっとなの？え、なんあ、やっとじゃないか。でもずっと雨だよ、こっから。一週間ぐらいでしょ？もっと。もっとじゃない？え？やだ。やだよ。無理。髪の毛とかさ、弱いから、雨に。そう。今日さ、巻いたのにさ、もう、うっそ。全然じゃ、もうストレートじゃん。巻いた名残なくてさ、毛先だけなんか、なっちゃって。ありゃりゃ。最悪。ありゃりゃ。で、昨日さ、千代さんと何喋ったの？え、昨日千代さんとね、うん、あれ、あれやったよ。え、しりとり。うまそう、ちゅうりさん。ねえ、ゆうのも、あ、これ見したっけ？見したよね。中西からの。うん、マジでうまいけど、自分へ、似てるし。ちょっと、もうちょっと髪長くして。この、ここに。いや、これは、昔の、昔のやつだ。そう、昔の写真見たの。あえて、うん。似てる、だって。何が似てるんだろうね。ね、でも、自分やっぱり今のゆうなではない。うん。あ、待って。ひでつーさん、ありがとうございます。ひでつーさんって、うん、あれ7,900、ありがとうございます。今日はもうね、ラストなの配信がね。そう、長かったけどあっという間だったね。ゆうな2回も出てくれました。ありがとう。逆に呼んでくれてありがとう。え、今日は何しよう。なんか、うん、そう、石りとりはこの前やったから、うん、一心伝心ゲーム。一心伝心ゲームね。一心伝心ゲームしようね。一心伝心ゲーム。え、でもこれってどうやってやるんだろう。一心伝心ゲームって何？なんか、その、質問が。質問が来て。そう、思ってることが一緒みたいな。あ、はい、だから、うん、例えばファンの人にお題をもらって、うん、でせーので言って合ってるかどうかみたいな、うん、なるほどね。じゃあなんか質問もらって一個ずつ答えてく。うんうん。あ、はい、待って、イナジン。お、イナジン来た。いつまでイナジン来た。イナジン来た。ありがとうございます。頑張って、もう最後か。ありがとう。今何位？2位。今2位。2位か。2位です。同じ。ありがとう。あ、スイカさんも。スイカさん、本音は1位がいいよな。本音は1位がいいよな、まあ、そうですね。そうですね。まあ、でも、もう私はあの配信をすることのみなので。イナジーさんとスイカさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、でも130万ポイント
今？うん。あ、違う。結構の差がある。差があるんだ。結構あるね。うん。1位がマリアか。そう。マリアが1位。でもね、全員エイトなんだよね。だからこそ、ね、すごいよね。そう。わかる。競い合うことってあんま好きじゃないから難しいよね。そう。しかもファンの人もさ、やっぱ被ってる人もいるじゃん。うん、大変だそれは。ね。だから本当になんか申し訳ないけど、でもここまでね。でまあ、このままね、みんなで 1,2,3 で終わったら素敵だね。ね。パンダさんも。え、じゃあ、以心伝心ゲームのお題を募集します。うん、募集します。以前の嫁さんとは、以心伝心ではなかった。むしろ反対。しかし、夜のやりとりと、じゃあコメントなんか、夜のやりとりとご飯の好みだけは気があった。何それ何それ何何のコメント知らない。知らない。うん、以心伝心でもうちらは結構ね知ってると思う、うん、以心伝心好きな食べ物で以心伝心はできないだろう、うん、それだったら逆にお互いの好きなものを言うだったら、うんうん、以心伝心じゃないけどでもそれもはやあ好きな季節とかああいいね決まった決まったちょっと待って OK あ、待って、でもちょっと待って。2択。4つ ?4 つしかない ?4 つしかないよ。4つしかないよ。春夏秋冬でしょ。うん。いや、うん。まあいいや、分かった。あ、何月かってこと？いや。いや、いい？うん、大丈夫。よし。え、待って。え、待って。これ合わせに、待って。確かに。合わせに行くべきか。じゃあ、まずなーちゃんのからよ。なーちゃんの好きな季節は、なんとか。いいよ。いくよ。せーの夏ほらすごい絶対そうだと思った夏好きえでもなんせ初夏って言おうとしたのあーなるほどなんか、なんかめっちゃ堅苦しいじゃんなんか8月とか、うん、そのガチな夏はちょっと苦手で、うん、暑すぎるから、うん、でもなんか夏が始まるっていう季節が一番好きなのあーなるほどねだから初夏でもそんなそうねまあ大まくに含めて夏ね、うんじゃあ、うなたん。やめ、決めちゃる。さっきからね、ちーちーうなたんって呼んでるゆうなのこと。やめてやめて。LINE でもさ、えちうなって言ってくんね。えちうな。待って、その前に。はい、ただ、え、めっちゃ、ダイヤくんあ、ダイヤくんとガリ3000、ゆうなの氏最強レンジャーって書いてある。やった、ゆうなの氏最強。嬉しい。ありがとう。ダイヤくん、ダイヤくん、前も。うん、投げてくれてた。嬉しい。みんなも星投げてくださいね。コメントもね、カウントもね。ありがとうございます。じゃあ、ゆうなのやつ。いや、ゆうなは、多分、うん、あれだと思うな。決まった？うん、決まった。いくよ。せーの。の冬。春違うんだよ違うんだよなんで嘘、意外。春服が一番色可愛い。あー、確かに。誕生日が春だから。え、冬じゃん。春か。3月30ですけど。春だ。でも、うん、桜も好きだし、うん、てかお花が好きなのね。あー。だから基本春に咲くじゃん、花って。確かに。イメージ的に。そう。だから。うわ。あーマジか、うん、へこんでて花粉症じゃないっけうーん花粉症じゃないあーじゃあ好きだねそうだから好きだとじゃあ終わっちゃったね春かわいそうしかもなんかすごいさ今年の春寒かったじゃんちょいちょい、うん、確かになんかあんま春感じれなくてうんねでも言ってたよあれお花見言ってたよ言ってたよ言ってたよお花見言ってたよお花見でもお花見行こうって言ってたんだよね、うん、えじゃあなしゆうなと夏にしたいこと話していいうんあのえ話していっぱいまず、うん、ビアガーデンに行きたいうんえずっと言ってるよビアガーデンに行きたいって言ってなんかまあバーベキューでもいいあのうんうんバーベキューかビアガーデンに行きたいのと、うん、あとはドライブうんドライブねとあとでも海とかはあんま好きじゃないでしょ
うん、泳げはしないけど、なんだか普通に水着着て、うん、海だーみたいなの好きだよ。ああ、じゃあ普通にカップが浮いてればいいってこと。あ、そうそう、海感じるの好き。待って、さきちゃんとはるなちゃん、うん、嬉しい、ありがとう。はるなちゃんっていうのかな、はるなちゃん、ありがとう。吉田カレンジャー、んお酒の話あんましない、あんましないかも、うん、じゃあやめとこう。なんでいや、なんかあんま、うち結構お酒飲むんですよって話すんだけど。あ、そうなんだ。ね、なんかそう、人と飲むとかじゃなくてお酒飲みますって話すの。ビアガーデン、りょうたくん、あ、りょうたくん、りょうたくん、優しすぎる、みんな、ありがとう。呼び捨てしちゃった普通になーちゃんとお酒飲んだことはあるよね。うん、全然あります、全然あります。ありがとう。すごい差が縮まってる。でももうこれ終わったら、あと1個なの、うん、もう枠が最後。そうだから、ドキドキか。限界勝負です。こっち3周できる時間帯。そうそう、うんうん、じゃあ大丈夫ね、待って、来た、現代ショールームさんとお父さん、うん、あやね大仏、あやねちゃんのファンだ。あやねちゃん、あやねちゃんとね、やりたかったんだけど、あやねちゃん舞台見に行こうよ。そうだよね、行こう、うん、楽しみ。稽古中、今稽古してるって。どういうお話なんだろう。なんかなんだっけな、あやちゃんがなんか捨てられた女の子の役みたいな聞いた。違ったかな。千代さんとか出るやつじゃないか。出ない、うん、あやちゃんだけも。それはマリアとか、うんうんうん、仰天のやつか。仰天か。どうぞ、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいね、嬉しいね、ありがとう。泣ける泣けるね。じゃあ、でもなんかバーベキュー人とあんましたことないから。あ、でもちゃんとしたなんかバーベキューとかビアガーデンとかないの。うん、結構インドアだから。確かに家族自体もあんまりいない。でもうちも、うん、あの自粛中の時にお兄ちゃんと、うん、なんかさ、うんうん、手軽にできるコンロみたいなの買って、うんうんうん、お家でやってたバーベキュー。うん、コロナの時は確かにやってた、自粛期間、ね、あと去年さ、うん、友達と一緒にバーベキューしたんだけど、うん、なんかその、うん、全部さ貸し出ししてくれる施設みたいなところ あるね、うん、なんか風がめっちゃ強すぎてお皿とか全部飛んじゃって、うん、そうでしょ全然楽しめなかったんだから、うんうん、風がない日に行きたいです。確かに天気いい日が終わったら、うん、梅雨終わって暑くないすぐ、うん、7月の頭とかに行きたいね。うん、楽しみね、楽しみ。うん、ゆうなはやりたいことある？でもそれこそずっとビアガーデン行きたいって言ってるからビアガーデンめっちゃ行きたいし、うん、普通にお祭りとか行きたい。屋台いっぱい食べたい。確かにお祭り行きたいね。うん、あるのかな今年ね。なんかどっかあったらいいのにね。うん、とか花火大会とかね。うん、普通に花火したい。うん、しお泊まりも定期的にいっぱいしたいなって思ってるから今年はもう、うん、でも一番いいよね。でも私は知ってるプライベートで一番合ってると思う。うん、だから月1月2くらいお泊まりしたいね。いいね。そしたらまた一緒に配信もしよう、ね、配信もできるし、うん、海行きたい。海行きたい。ライブして海行きたいな。いいね。じゃあ一日中ナタの運転で。かった。ナちゃんはナビよろしくね。無理無理、うちナビできないから。怖い怖い。本当にね苦手なの。なんかその方向音痴とかではないんだけど。うん、むずいよね。でもナビを見るのが苦手で。うん。あの次の信号曲がったりとかがわかんない。言えない。知ってる道じゃないとわかんないんです。そう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 。でも。プール行ったことあるよね。タイのプールとか2人で入ったもん。そうだ
貸し切りみたいな感じで、ね、そう、なんかみんな来るのかなって思って待ってたけど誰もプール来なくて、うん、2人でずっとプール入ってた、ね、でなんか入ってたらホテルの人がさ写真撮ってくれたんだよね、うん、そう、タイの時も同じ部屋だったんだよね。うん、ね、めっちゃ楽しかった。もう早く、ね、あ、行きたい。タイ行きたいよね、うん、タイだけに。やばい、なんか今寒気した。え、やめて。なんか変なこと言った？言ってないよ言ってない、ね、中西会でなんかもしたい。 あ、確かに。なんか、あ、でも言ってるよね中西会のさ、うん、あのグループラインさ、うん、意外と早く終わるよね。なんか、うん、なんか続かないよね全員がなんか会話しようとしないよね。おしゃれな、あ、おしゃべりな割にさ、みんな、うん、なんか LINE になると急に何、なんで七瀬にもリボンついてるのって聞いたら全員既読無視だよ。嘘、マジ。うん、でも私既読無視しがちなの。うん、なあちゃん既読無視するよね。そう、ヤスも意外とする。あ、ほんと、うん、ヤスさん、これなんて読むの。夜なんとか、夜なんとか、ヤスさん、ありがとうございました。ヤスさんと週アトマーク7連、名古屋の7連者は岐阜生まれだって。お、岐阜のどこだい名古屋とかも行きたいって言ってるよね。あ、そう、ね、私もおばあちゃん家が名古屋にあるからめっちゃ名古屋に愛着あって、うん、行きたいんです、ね、名古屋で仕事することとかもね減っちゃったしね。ね、そうなんだよね、イベントあったら行きたいのに、ね、前は劇場とかもさよくやってたじゃん、うん、行ってたマジで、ね、だからあれだけど、うん、でもさ、インスタライブって4人とかでできるんだよね。あ、え、そう、昨日もね話してた。中西会で4人でやろうみたいな。やりたい。やりたいよね。うん、普通にやりたい。絶対楽しいじゃん。絶対楽しい。楽しみ。ね、でもさ、なんかみんな、うん、きなことかさ急に静かになるじゃん。ファンの人に見られてるって思うと。うん。だから。裏でしかふざけられない。そうなんだよね、もったいない、うん、本当に、ね、もったいないよね。あれを出してほしい。可愛こぶるよね、ひなこって、うん、ね、うん、どうだっけ、おうちよりさんめっちゃさ力作なんだけどこういう顔するよね口がちよりさん、なんでさそんなうまいの、なんで、なんでだろう。で見て書いてるよ写真を。でも書けないよそんな上手に。この隣の猫みたいな、これ誰、これもちよりさん。これはなんかだいぶ前に鳥をやってた時のちよりさんの顔、うん、ちょっと若いな、ちょっと若いねなんかさ、ほうれい線がさ、やっぱほうれい線っていうの、あ、ほうれい線上手だよね。え、これ誰かわかる？誰これ？ヒント。ヒントはメンバー、これ。うん、あの後輩。福留。正解。でもこれあんま似てない。なんか。でもちょっと似てんの、おもろい。怖い。うまいんだけどな。なんでだろう。怖い。え、でも可愛いでしょ。動物は可愛く描けるよ。それ何？キツネ？これはフェレット。じゃあ一つ聞いていい？これ何かわかる？うん、あの昨日絵しりとりしてたの。これ？何これ、インディージョーンズ？すごいね。よくわかったね。でもインディージョーンズって骸骨で、あ、出てくるか。なんか、うん、いるな、うん。これもうディズニーマニアしかわかんないんじゃない？ね。なんかファンの人全然分かってなかったけど。ヒレ分かった。ヒレ。あー、これね、うん、でも上手。これは20。おお、すごい、嬉しい、すごい、うまいね、やっぱ分かんない、確かに分かんないまま見てると確かに、うん、うまってなる。旗から見てるとこんな石取り楽しいんだねやっ
のも楽しいけど。確かに。でもむずいよね、なんか。うまく書けない。見ないと。うん、一心伝心終わっちゃったよ。あ、そうだ、やろ。なんかあるかな。なんか来てるかな。なんか一心伝心してるってでも来てる。そう。なんか考えてること一緒なんだよね。うん、結構そうだよね。うん、考えてること感じること思ってることが一緒だから、多分性格とかは、うん、なんか一緒じゃないかもしれないけど、うん、なんか考えてることが結構よく一緒、思考が一緒なのかな。こう確かにそうかも。何が一緒なんだろう。何なんだろうね。でも思ってること一緒だよね。うん、いつもなんとかだと思ったって言ったら、え、そうだよねっていうかな。そう、うちもなんか大体、うん、え、これさ、ああじゃないとか言うとさ、うちも思ったみたいな。いつも言ってる。共感してくれるのよ。うん、だから嬉しい。うち共感をしてほしい派だからさ。うん。なんか梅ちゃん。でも性格違うんだよな。そう、性格は多分違う。うん。全然違うと思う。なんか、うん。でもなんか苦じゃない。全然。うん。苦じゃない。ありがとう。ありがとう。今食べたいものは？ああ、いいよ。今めっちゃお腹空いてる。待って。うちもまだ食べてないんだよね今日。待って。そう。オッケー。待って。どうしよう。あ、オッケー。オッケー。いくよ。でも違うの、違うの多分。まあいいや。いくよ。違うと思う。せーの。タンバーガー。あ、待って。タンも迷ったの。迷った。マックって言おうとした。マック？あ、すご。え、怖い。怖。マックか。でもタンで迷って。え、うちも。怖。やば。怖え、でもあのスタバも迷った、ちょっと一瞬。ああ、ちょっとチームス。でもホイジャーをさ、うん、がなくなるからさ、うん、なんかめっちゃ名残惜しいんで、この前さ1日に2回飲んだのね。うん、そしたらちょっと飽きちゃって。うっそ。え、でもなんかね、ファンの人がね、ほうじ茶クラシックティーラテに、うん、キャラメルソースと、うん、ホイップ追加すると美味しいよって言ってたから。やってみよう。今日飲もうかなって思ってきて。え、うちも飲もう。え、だっていつだっけ。6月もう来月でなくなっちゃうらしいよ。そんなことある。でもさ、1年限りだったんだっけ。ね、そんななんかなくなっちゃうんだと思って、ね、悲しい。え、ね、やだな、うん、悲しい、うん。え、だってじゃあもうスタバ行くことなくなるんじゃない。え、そう、だから本当にスタバに行く理由がなくなるから、うん、まあ痩せれるっちゃ痩せれるけど。マジでさ、もう、ね、あれの時もめっちゃ飲んでたよね。うん、めっちゃ飲んでる。週1ペースで飲んでるから、そりゃ太る。そりゃそう。はるちゃん、はるちゃん、ちょっとはるちゃん、ありがとう。なんか旅行行きたい普通に。え、連れてって。うん、普通に熱海とか行きたいんだけど。ああ、いいね。ディズニーも行こうって言ってるもんね。うん、熱海、熱海、うん、え、あのさ、うん、熱海って島？島じゃない。伊豆大島だっけ、熱海って。熱海って伊豆を、伊豆はあるよ。伊豆は、伊豆はある。あ、伊豆はある。伊豆はあるけど、伊豆って島なの？島じゃなくて。え、伊豆大島って言わない？いいよ、いいよ。それ伊豆半島？伊豆半島。うん。でも行きたい、熱海。熱海、違う、爽やか食べたことないの。あー、え、岐阜ないんだっけ？あ、静岡だけか。うん。え、行こうよ。かうちのおばあちゃん家に行った時にね、うん、食べに行くんだけど、マジで。もうあれは食べてほしい。なんかさ、その爽やかが有名になってから結構、うん、爽やか風みたいなハンバーグ、うん、ハンバーグ屋さんにさ、うん、その
げんこつハンバーグみたいなハンバーグあるけどさ、うん、やっぱ違う気がする、うん、いやそりゃそうだよ。だってめちゃ並んでるよね。2時間3時間並ぶみたいな、ね、そう朝からその時もオープンと同時に行ったけどもうめっちゃ人並んでて、うん、そうなんだ。すごいよ。旅館泊まりたいんだよね。ああいいねいいね、うん、旅館。でもランドも行きたいし、行きたいとこいっぱいあるんだよね。うちさトイストーリーホテル泊まりたい。え泊まりたい。泊まりたいよね。うん、この前行った時にさトイストーリーホテルを見たのね、うん、遠くからだけど、うん、めっちゃ良くて、あいいなと思って。えでもさ4万とか5万とか泊まれるんじゃないっけ。そうなの。私ディズニーのホテル泊まったことないの人生で。別もないよ。泊まりたい。でもそう、でもミラコスタとかも調べたけどミラコスタが結構高いからトイストーリーホテルだと4万、うん、5万くらい、だったから、じゃあ反発すればいける。うん待って、はい、いつの間にこんな時間ですね。もうあと3分ね。とりあえずランキング読むね。うん、いいよ。と13位はお父さんアットマークあやね大福さん、ありがとうございます。あやね大福。12位は関アットマーク奈良忍者さん、ありがとうございます。11位はスイカアットマーク稲取丼さん、ありがとうございます。稲取丼、稲取丼。10位はダイヤくんさん、ありがとうございます。9位はヤスさん、ありがとうございます。8位はひなアットマーク吉田カレンジャーさきちゃんフレンズさん、ありがとうございます。7位はイナジーアットマークいつまでもユーナを彩りました、ありがとうございます。やめてやめて。6位はシュアットマーク名古屋の7レンジャーは岐阜丸さん、ありがとうございます。5位はリョウタアットマーク鳥もも推しユウナからクマさんお届け七瀬頑張れさん、ありがとうございます。頑張れ。4位は限定ショールームアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。3位は梅ちゃん大阪毎日ラジオスッキビアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。2位はパンダアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。そして1位はヒレツアットマーク最終枠は見れませんが楽しい配信いろいろありがとうだ。泣きちゃう、泣いちゃうね。いっぱい頑張ったね。本当にありがとうみんな。じゃあさらっと読みます。はい、お願いします。13位すみれちゃん、12位ダイヤくん、11位やすさん、10位ゴーンさん、9位ペロペロチーノさん、8位タランボさん、7位シンケチャットマークナタリドンさん、6位マボロシさん、5位アキークさん、4位テルキチャットマークうなうなたんたんうなたんたんさん、3位チョロさん、2位ユウキさん、1位イナジーアットマークいつまでもユウナに踊りましたんです。ありがとうございました。ありがとう。なっちゃん最後何時から。6時、最後は時、18時50分かな。18時50分から、うん、からもうラストまで。分かった、星投げに行く。え、マジ？うん、嬉しい、ありがとう。みんなコメントもして。うん、うん、ありがとうございます。本当に頑張れなあちゃん、ありがとう。頑張ったね。遊ぼうね。うん、1週間落ち着いたら遊ぼうね、うん、遊びましょう。うん、いっぱい LINE しよう。こちらこそありがとうございました。これどっちが、何しか切っていいんだっけ。うん、なあちゃん切っていい。じゃあ30分になったら切るね。うん、ありがとう、大好き大好き。また LINE するね。うん、じゃあね、頑張ってね、うん、はい、なっちゃんも頑張ってね。バイバイ、切ります。これもうで、あ、こうなってんのか。やっぱなんかさ、大好きってさ、ちょっとさらっと言われるとちょっと恥ずかしくなっちゃうよねっていう部分はありますね。ありますね。そう。でも本当に、なんだろう、本当に一番メンバーで、なんだろう、思ってることも一緒だし感じることも一緒だし、なんか好きなものも一緒だし、性格は違うけどね。そうからなんか一緒にいて楽だし、なんかメンバーっていうよりなんか友達の方が近いのかな。普通になんかプライベートでも一番合ってる奈々ちゃんなので、本当にお世話になってるから、
皆さん最後18時50分から最後までちょっと奈々ちゃんに力を貸していただけると、なんか私も嬉しいなって思います。本当に仲良くて、なんかましてこんなイベント期間にコラボ配信2回も私がしていいのかって思ったけど、奈々ちゃんがしてほしいって言ってくれたから本当に嬉しかったし、そうってくらい、それくらいも奈々ちゃんが大好きなので、なんだ、奈々瀬って呼ぶのも好きなんだけど、なんかすごい自分だけの特別感で奈々ちゃんって呼ぶのがすごい好きなので、本当にもうこれは大好きなので、もうめっちゃ言うけど、最後もの枠も皆さん、あの奈々ちゃんのことフォローしといて忘れずに、星投げだったり、まあ生きればギフトだったりとか投げてくださると嬉しいなと思います。ごめん、さお腹もめっちゃ鳴る、お腹空いたから、ほらなんでかって何も食べてない、まだなんか食べてから帰ろうかな。なんかある？今日は楽しみなことがあるので、またメールかな、メールか SNS で報告します。ショールームはどうしようかな、夜時間ありそうだったらするね、まだわかんないですけど。